国スポ全勝スポの運営ボランティアの研修会が佐賀市で行われ、当日の活動内容や注意点を学びました。今年10月に開催される国スポ全勝スポの運営ボランティア、サガンティアの研修会がこのほど県庁で行われ、およそ70人が参加しました。研修会では、当日の服装や活動内容などの説明があり、去年の全勝スポでメダルを獲得した内田勝也さんが、相手の目線に合わせ介助者ではなく本人と話すなど、障害者を手助けする際のアドバイスを伝えました。できることはないですかという気持ちを込めて応援する意味で声をかけていきたいと思います。聞き方の工夫を、ボランティア活動を通してだけでなく、日常でも使っていけたらいいなって思います。サガンティアにはおよそ5400人が登録しているということです。